こんにちは,阪急道場さんですはい、今日は冬といえばみかん <laughs> みかんですよね。はい、あの私実はみかん大好きで、あの今年になってもね、よく買っているんですが、あの特に今年のみかん結構当たりじゃないですか。うん。で、あの今日買ってきたのは確か有田みかんだったかなそう。で、あのちっちゃいやつ。 なんでですよはいで私ちっちゃいこういうみかんねあのちっちゃい方がお,お,いおいしいですよね。うん、うんそう最近買ってるみかんなんかほとんどねどれもあ,あったりなのではいあのみかんの紹介というかねみかん一緒に食べませんか、うん、<laughs> はいということでねみかん食べますこれからおやつだおやつ <laughs> はいということでねみかんどれにしようかななんかねみかんみかんどれにしようかな。なかねな <laughs> ねあじゃあ、ね 可愛らしいみかんいただきます。はーい、あの皆さんね。みかんはお好きですか？最近けど若い方ってあんまりみかん食べない。そんなことないですか？うん。 ね、私昔からやっぱりねあの祖父,祖父母と一緒に住んでたので基本的にはやっぱ家にみかんがあるんですよ。そうであの何て言うんですか物置っていうかね昔廊下の先に物置があってそこに必ず灯油とみかんの箱があるっていうのでねあのそうなんですよ。必ずねこう豆油入れて 来るついでにみかんを何個か持ってくるみたいな感じでいつもみかん食べてたんですが <laughs> そうそうそうそんな感じでねなんかもう常にね冬と言ったらみかんみかん食べてましたずっと。うん、であの雪が降った時なんかになんか,なんか雪の中にみかん投げ込んどけば朝になったら冷凍みかんできてるんじゃないかとかって言って。 行ってねよく実験してたんですが全然そんな冷凍みかんにはなってないですね案外雪の中って凍らないんだなと思いながらなんかねそんな思い出がありますねみかん大好きそうあこんな感じでねあこれも絶対おいしいやつだうんさあ今年のみかんなんかおいしいな安いしおいしい今年のみかんいただきますうん 甘い、甘い、お、おいしい、おいしい。なんかこれだけ買ってもいくらぐらいだろう。四五百円ぐらいだったかな。うん。 美味しいやっぱ今の時期みかんですよみかん旬なのでね皆さんみかん食べてビタミン補給 <laughs> してくださいはいということで今日はですね「あのみかんを食べるだけ」の <laughs> 動画でしたはいあのもしですねこの動画いいね美味しそうだねと思ったら是非グッドボタン 高評価、あとチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最近結構食べる系の動画も多いんですが、はい。<laughs> ぜひね、ちょっとでも、こう、ね、美味しさが伝わればいいなと思ってるんですが、はい。まあ、そんな感じです。はい。ご視聴ありがとうございました。